マルコム・ミッチェル・ヤングは、スコットランド・グラスゴ生まれ、オーストラリア・シドニー育ちのギタリスト。AC、DC のリズムギタリストとして知られている。同バンドのアンガス・ヤングは弟。デビュー当時から、グレッチのギターを愛用している。裏方に徹しており、アンガスとは、正反対と言っていいほど目立たないが、リーフの強靭さは右に出るものはなく、兄弟のコンビネーションは最高と言って良いほどである。 マルコムの両親、ウィリアムとマーガレットは1963年に、スコットランドのグラス号からオーストラリアに、ジョージ、マーガレット、マルコム、アンガスの4人の子供を連れて移住した。長兄のアレックスはイギリスに残された。一家はバーウッドの郊外に今日構えた。ジョージ・ヤングが結成したバンド EGBeats はオーストラリアで1965年から68年に、 かけて数多くのナンバー1ヒットを放ち、フライデー・オン・マイ・マインドで世界的な成功を収めた。マルコムはニューカッスルでベルベット・アンダーグラウンドというバンドに加わる。バンドは t ックスやローリング・ストーンズのカバーを主に言った。アンガスはカンタッキーという別のバンドに加入した。マルコムとアンガスは1973年11月に AC、DC を結成した。 当時マルコムは20歳、アンガスは18歳であった。1974年に彼らは初代ボーカリストのデイブ・エヴァンスと共に世界ツアーを行う。1976年に AC、DC の活動拠点をイギリスに移し、世界ツアー及びアルバム制作の過密なスケジュールをこなし始めた。しかし1980年、ボーカリストのボン・スコットが死亡。彼らは 後継のボーカリストとしてブライアン・ジョンソンを迎える。ブライアンを加えて制作されたアルバムバック・イン・ブラックは世界中で爆発的なヒットとなった。マルコムはアルコール依存症のため1988年のツアーには不参加であった。しかしながらこの事実は隠され、公式には息子の病気のためツアーに参加しなかったとされた。 マルコムは、その後アルコール依存症を克服し、バンドに復帰した。マルコムの不在時、彼のおいであるスティービーが公認として、バンドに参加した。2014年4月、AC、DC はマルコムが休養すると告知。後に、今後バンドへ復帰することはないと発表した。ほどなくしてマルコムが認知症を患っていると報道され、家族もそれを認めた。 2017年11月18日に64歳で死去。AC、DC、マルコム・ヤングの家族が病名を公表。ジャパン・ミュージック・ネットワーク。https コロンスラッシュ www.works.jp スラッシュニューススラッシュ。ID=10 億10万8282千17年11月19日、閲覧。AC、 DCCO, Founder ッドアット64。ニュースカムを http コロンスラッシュスラッシュ www.news.com。au, Entertainment, Celebrity, Life, Acco Doc Coffunda and Guitarist c o m Young 6 4ニュースストーリー Qbit 92F92EQ。9. c ット三百3 3 6 e 4 e c ット九百9 8 3 c 1 d 9 3 2 c 2 2 0 1 7年11月18日閲覧 ACDC ギタリストマルコムヤング氏死去64歳スポーツ日本 httpswww スパニッキー COJP エンターテインメントニュース20171118 記事、2017-1119S-0041-0056-00-CHTML2017 2017年11月19日、閲覧。ありがとうございます。